バイオハザードザ・ファイナルは2016年12月23日公開のホラーアクション映画カップコンのサバイバルホラーゲームバイオハザードシリーズを原作としたポール・ウェル・ー・エス・アンダーソン制作の実写映画版シリーズ第6作品目かつ最終作である2012年公開のバイオハザード V リトリビューションから約4年振りの作品となる監督 脚本のポール・エス・アンダーソン曰く、本作では、バイオハザードのような、ホラー色の強い要素を意識して制作したとのこと。前作での戦いの直後から、物語は始まり、舞台を、ワシントン・ D.C. から、かつて最初に、バイオハザードが発生した、ラクーンシティ及び、元地下研究施設、ハイブへと移しつつ、アリスと、その仲間と、アンブレラ社創使者の一人、 アレクサンダー・ローランド・アイザックス率いるアンブレラとの最後の戦いが描かれる。前作、V と前々作、バイオハザード・フォー・アフター・ライフは、ジェームズ・キャメロン監督のアバター等でも使用された、撮影した映像がそのまま 3D 映像になるフュージョンカメラシステムを用いて制作された 3D 作品だった。しかし、ポールは本作で初めてコンバージョンに挑戦している。 これはフュージョンカメラシステムを搭載した 3D カメラではコンバージョンでは実現できない奥行きの深い 3D 映像が撮れる反面サイズが大きくカメラワークに制限が出てしまう欠点があり近年コンバージョンの技術が進化したこともあって本作ではこちらを用いたとインタビューで語っている本作は4や V にあったような 原作ゲームのシーンをそのまま再現したような描写は少なくなり、アイやバイオハザード3同様、映画オリジナル要素が強い作風となっているが、舞台装置や演出などには、依然として多くの原作ゲームへのオマージュ要素が見て取れる。最終作ということで前作までの前5作品のハイライトが多く描写されている。シリーズの主人公であるミラジョボビッチが演じるアリスを、 はじめとする主要人物としては、アリ・ラーターが演じるクレア・レッド・フィールドが、フォー・イライブリに再登板するほか、ショーン・ロバーツ演じるアルバート・ウェスカーが、前作に引き続き登場する。また、アングレラ社の創設に携わった、キーパーソンとして、原作ゲーム、レイなどに登場したジェームズ・マーカスが、T ・ウィルス開発者として映画に初登場。ジェームズとその娘のアリシアは、 映画の主人公を務めるアリスの出生の秘密にも大きく関わってくる。さらに、3で死亡したはずのヤングレンフンするアイザックス博士がシリーズの黒幕として3以来ぶりに再登板する。クリーチャーはシリーズの顔とも言えるアンデッド・ケルベロスが登場する他に原作ゲーム5からポポカリム6からブラッドショット、そして ジュワボの名を冠するアンデッドが登場する。主人公のアリス・アバーナシーが目を覚ましたとき、その周りに広がっていたのは荒廃したワシントン DC だった。アリスはそこで巨大なコウモリのようなクリーチャー、ポポカリムと市とを繰り広げ、辛くも生還する。その後、アリスは廃墟と化したホワイトハウス周辺の建物を廃徊するうち、あるコンピューターが設置されている部屋を見つける。 その室内のモニターに映し出されたのはアンブレラ社の人工知能レッドクイーンだった。レッドクイーンはアリスに T ウイルスに感染したすべてのものを抹消できる抗ウイルス剤をアンブレラ社が開発した。それはラクーンシティの地下にある背部の中にある。そして48時間以内に抗ウイルス剤を空気中へ放出させなければすべての人間が死亡し、 アンブレラ社の真の目的が遂行されることになる。私はアンブレラ社に逆らえないが人類を尊重するようにプログラミングされている。あなたに人類を救ってほしい。と伝える。アリスは以前にハイブやアンブレラプライムでレッドクイーンが自分や仲間たちを殺そうとしたため、レッドクイーンに対して半信半疑であったが最後の望みをかけてラクーンシティへ向かう。 その道中で襲ってきたアンブレラ社の隊員たちによる危機を脱出した直後、アンブレラ社専用のバイクを使用しようとしたために電気ショックが発生し、アリスは失神してしまう。意識が戻ったのはアンブレラ社の走行車内だった。そこにはアリスが以前に倒したはずのアイザックス博士がいた。アリスは移動中の走行車上でアイザックスと死闘を繰り広げた果てに脱出し、 かつての戦友クレアレッドフィールドや新たな仲間と合流し、アルバート・ウェスカーのイルハイブへ向かう。その道中には様々な罠が仕掛けられており、それらを切り抜けて最終決戦に挑むアリスは自らの出生の真実を知ることとなる。2014年9月に全米公開予定だったが、主演のミラ・ジョボビッチの第二死妊娠により撮影は延期され、2015年4月に 第2子は生まれた。撮影は2015年9月から南アフリカ共和国のヨハネスブルクとケープタウンで行われた。セット撮影がメインだった前作と違い、本作は徹底的にリアルを追求したいというポールの意向から現地撮影が行われ泥臭さ,さがうまく取れたという。日本からは驚くべき美貌と人を惹きつける強烈な個性。 強い意志を持った女性と映画プロデューサーに評されたファッションモデルのローラが女戦士のコバルト役で出演している。オーディションを受けた上で現地撮影に挑んだローラはアクションもすべてこなしポールに高評価されている。レッドクイーン役は第一作ではモデルのミカエラ・リッカーが前作ではママや赤ずきんへの出演経験があるミンガンシャル・パンティエが演じ、 今作では監督のポールと主演のミラの長女であるエヴァ・アンダーソンがレッドクイーンを演じた。レッドクイーン役を演じるためにエヴァは数年前からイギリス英語を思う特訓していたという。本作は前作 V の終盤から始まったワシントン DC でのレッドクイーンが率いるアンデッドたちとの戦いが終結した直後から物語が始まるが、 前作のエンドクレジット直前まで登場したジル・バレンタイン、エーダオウォン、レオン・エス・ケネディ、アリスのクローンの娘であるベッキーは本作映画では登場せず、その後の詳細は映画本編では語られない。ただし、本作の小説版では、前作、V のラストから本作の映画版冒頭の場面に至るまでの物語が保管されている。音楽は、 前作と前々作を手掛けたトムアンディから変わって、ポール・ハスリンジャーが手掛ける。ポール・ハスリンジャーとポール・ WS ・アンダーソン監督は、本作以前にも、デスレースや、三十四、王妃の首飾りとダヴィンチの飛行船でタッグを組んでいる。サウンドトラック版は2016年12月21日に、日本で、2017年1月27日に、アメリカで発売された。 日本語吹き替え版主題歌2016年12月21日発売通常版 KSCL2905 ブルーレイ付け初回限定版 KSCL2903 から2904完全生産限定バイオハザードラルクアンシエル版 KSCL2900 から2902ソニーピクチャーズエンターテイメントによる海外で公開された本作のトレーラー映像では 以下の楽曲が使用されている。ソニーピクチャーズエンタテインメントより下記が発売。2016年12月13日には、ワールドプレミアが、六本木ヒルズアリーナで開催され、主要俳優陣やポールとミラに加え、二人の長女であり、本作で、レッドクイーンを演じるエヴァー・アンダーソンが登壇した。日本では2017年5月27日公開の、フル CG アニメ映画、 バイオハザード、ベンデッタとの連動プロモーションが行われており、2016年12月23日の本作公開に合わせて、ベンデッタの本予告映像が YouTube で公開されたほか、日本限定ムビチケカードが販売されている。本作の小説版では、3の小説版と同じく、前作から本作の映画版冒頭の場面に至るまでの、 映画では描かれなかった物語が保管されている。前作、V のラスト、アリスは生き残ったジル・バレンタイン、エーダ・ウォン、レオン・ウェス・ケネディ、そして戦いの中で助けた、アリスのクローンの娘であるベッキーと共に、宿敵アルバート・ウェスカーに救出された。ウェスカーの防衛要塞と化した、ワシントン DC のホワイトハウスに招かれたアリスは、彼に T ウイルスを再び投与され、 放送した人工知能、レッドクイーンが人類を絶滅させようと差し向けたという、ホワイトハウスを取り囲むアンデッドの大群を、一掃するのに力を貸してほしいとウェスカーに依頼されて、前作、V は、終幕となった。本作の小説版では、V のラストのウェスカーの発言はアリスを、自身の、兵器として利用するための虚偽であったことが判明する。アンデッドの大群は、 レッドクイーンが差し向けたものではなく、ウェスカーの地位を狙う、アンブネラ社の女性幹部、ダニア・カルドザが、以前ジルを洗脳していた装置、スカラベの量産系を、アンデットラに用いて仕向けたものであった。その大軍を率いるカルドザを打倒するため、ウェスカーはアリスを欺き、アリスに投薬した T ウイルスも一度テレキネシスを発動すれば超人化の効果はなくなってしまう、不完全品であった。 ホワイトハウスでカルドザが率いるアンデッドの大軍と、牢情戦を行う中で、ウェスカーの真意を見抜くアリスら一行であったが時すでに、遅く、レオンとエーダは、カルドザが差し向けた、アンデッドの複合融合体、メランジと戦い、ジルは、ウェスカーとの戦いで失明し、アリスをかばい命を落とす。アリスはテレキネシスを発動させることに成功し、 メランジュラ・アンデッドの大群とそれを操っていたカルドザを倒し何とか勝利するも、ウェスカーには逃げられた上、ベッキーも行方不明となってしまう。また高い身体能力以外のテレキネシスなどの特性は再び失われてしまった。映画版の冒頭の場面は、この戦いの直後から始まる。また、上記内容の追加に伴い、小説版のラストにはエピローグも追加されており、 ホワイトハウスでの戦いの騒乱で、行方不明となったアリスのクローンの娘であるベッキーのその後が明かされ、アングレラ社との長年に及ぶ戦いの決着をつけた後も、彼女を探し続けていたアリスと再会を果たし、物語は幕を閉じる。バイオハザードシリーズの映画家権を所有するコンスタンティンフィルムが制作する実写映画版シリーズは、6作目の本作をもって一旦の区切りとなった。 2017年、コンスタンティンフィルムより、リブート版の新作映画が制作中であると発表された。そう、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションなどの監督で知られる、ジェームズ・ワンがプロデュースを務めると報道され、脚本は、グレック・ルッソが担当し、監督は2017年時点では決定していない。2018年、リブート版のプロデュースを務めていたワンが企画から離脱していたと発表。 また、リブート版の監督として、海底47メートルなどを手掛けたヨハネス・ロバーツが、就任したと報じられた。キャストは一新され、旧六部作シリーズや原作ゲームシリーズとは、世界観を共有していない、全く新しい実写映画版バイオハザードとして、制作される。2019年1月、コンスタンティンフィルムはロバーツが監督を務める、リブート版とは別に、 ネットフリックスと共同でドラマシリーズとしてバイオハザードの映像作品を制作していると発表した。こちらはポール・ W.S. エス・アンダーソンが制作、脚本を務めてきた旧六部作シリーズと世界観を共有しており、T ウイルスを生み出したアンブレラ社のダークな内部や T ウイルスによって文明社会が崩壊した後の新世界秩序に迫る内容になる。また、 旧6部作シリーズを知っていればより楽しめるようなイースターエッグも盛り込まれるという。同年現在では企画は初期段階であり、ドラマシリーズを率いる小ランナー探しが行われているとのことで、旧6部作シリーズを手掛けたアンダーソンら旧スタッフが関わるかは不明。ありがとうございます。